10月15日日曜日、アクティオ三重いなべテクノパーク総括工場の皆さんが、今年で2回目のいなべ地域社会貢献活動を行い、従業員とその家族、そして協力会社などおよそ160人が参加しました。工場周辺のいなべ町平子の公道で実施された清掃活動では、高所作業車も出動しました。皆さんは道路に飛び出してしまった高い樹木の剪定を電線などに気を配りながら100メートルにわたって慎重に作業を進めていきました。地域の皆さんへの感謝と従業員の交流を目的に取り組んでいるこの清掃活動、雨が降る中ではありましたが、チェーンソーや草刈り機などで生い茂った道路脇の草木を取り除き、さらに泥かきも行うなど、とても丁寧な作業が行われていました。どの現場でも建設機械のレンタルや修理、メンテナンスを業務とするアクティオグループ所有の作業者や機械の能力がフルに発揮されていました。そして剪定された枝は稲部公園に運ばれ、細かく粉砕してチップにする作業も行われました。またこの日は工場の敷地に設けられた試験走行路で、線路と道路の両方を走ることができる切り具ダンプや、トンネル工事の時に資材を運ぶバッテリー機関車の乗車体験も行われ、清掃活動を終えた親子が楽しむ姿も見られました。アクティオ三重いなべテクノパーク総括工場長の長尾勝則さんは、今後もこの清掃活動を地域貢献の一環として従業員一同頑張って続けていきたいですと話していました。